米原方面長浜行きです。次は新大阪です。新幹線と下列線はお乗り換えです。新大阪を出ますと茨城、長崎、長岡京、京都からの各駅に止まります。電車は12両で運転しております。12号車を先頭に一番後ろの車両が1号車です。お手洗いは前寄りの9号車と一番後ろの車両1号車にございます。9号車と8号車の間は車内からの通り抜けはできません。あらかじめご了承ください。途中の米原駅にて車両の切り離しをいたします。この電車は前寄りの4両が長浜行き、後ろ寄りの8両が米原行きです。お乗り間違えないようにご注意ください。車掌は浜津です。途中米原までご案内いたします。
茨城です。お出口は左側です。どうぞ手を離してお待ちください。茨城を出ますと、次は高槻に止まります。通りの皆様は足元にご注意ください。ご乗車ありがとうございます。快速舞原方面長浜行きです。次は高槻です。高槻を出ますと長岡京に止まります。
折り口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。到着の際、発車の際は電車が揺れますのでご注意ください。高槻を出ますと次は長岡京に停まります。この先各駅に停まります。次の普通電車京都行きは2番乗り場から6時24分の発車です。到着までしばらくお待ちください。お降りのお客様はお忘れ物にご注意ください。ありがとうございます。快速米原方面長浜行きです。次は長岡京です。長岡京を出ますと京都に停まります。
待ちください。長岡京を出ますと次は京都に停まります。
乗車ありがとうございました。まもなく京都、まもなく京都です。お出口は右側2番乗り場の到着です。どうか手を離してお待ちください。到着の際、発車の際は電車が揺れますので足元にご注意ください。乗り換えのご案内いたします。先に発車いたします。五線線普通電車大見バス行きは同じホームの向かい側3番乗り場から6時31分の発車です。奈良線普通電車の奈良行きは10番乗り場から6時37分です。長野線普通電車の福知山行きは33番乗り場から6時37分です。なお、長野線では馬堀園部駅間で濃い霧が発生しているため一部の列車に遅れが出ております。この先、長野線のご利用のお客様は駅の案内コース案内表示等にご注意をいただき、列車の運行状況をお確かめください。その他、新幹線、近鉄線、地下鉄線はお乗り換えです。この電車は京都駅で5分ほど停車をいたします。京都駅の発車時刻は6時33分です。発車までしばらくお待ちください。京都からは各駅に停まります。
しばらく電車が揺れますので足元にご注意ください。長浜行き発車いたします。
山下です。折り口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。湖西線、京阪線、地下鉄線はお乗り換えです。欲しいみたいな、もう大丈夫。そしたらなんか歯医者の頃に頭に浮かんそうやん、こうやって泣く時にこっちが面白いなって言ったら、あれ今の私面白かったみたいな顔してなんか泣くのやめようとかあれ面白い、なんかの戸惑いよね、なんか泣くタイミングでこっちが笑うとええってなるよね悩みよね。ありがとうございます。各駅に停まります。普通電車米原方面長浜駅です。次は大津です。
あまりに、うん、だから多分来年も夏場に阪神百貨店でスチームパンクやるかもしれない、うん、あ、これはスチームパンクですよね。そうそうそう、それをやってる人も、うん、なんかついこの間なんかたまたまメール来て、うん、まあ、そんな普段やるとですね、そこの人から声かかって、なんか、マリンからそこの、なんかをやったら、多分なんか、もっと、ドアから手を離してお待ちください。警察線は戻り替えです。なんだかんだ言うと、やっぱり偏ったジャンルやし、流行ってるって感じ。お前なんかでもそれで誘ってもらうのすごいと思ってるし、ね、まあでもなんか次回その、それ審判区ある時に誘ってもらえるかどうかわからへんけど、ね、でもなんかそうやって声かけてくれたはんのか、まあまあ毎日とかもないんだね。まあ、そのイベントに対して自分がプラスかも分からへんけど、うん、とりあえず彼女の中ではそんなマイナスではなかったんだなっていうのは分かるし、要はなんかツイッターとかにもなんかリツイートしてくれたりして、うんうん、
な9時半ヘビーヒアルだったまあ多少無理くらいが面白いっていうか、ね、それは大丈夫なんかこうやっぱりほら何やろなんか動いてると不安っていう、うん、まあまあまあ、うん、次はセタセタです秀樹の嫁さんカルメンの話で身近でそういうのがあるとなんか周りの人余計怖見えて、うん、自分も含めて、うんうんうん分からへんし、なんか、年齢的にもさ、そういうのがいつ起こってもおかしくない年齢に自分が来てるとまあ、みたいになる人もいるけどさ、運の要素がすごい大きいけど、やっぱりその原因自体を作る年齢には来てるやん、うんうんください。
車内からの通り抜けはできません。あらかじめご了承ください。
折れ口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。森山です。まもなく森山です。折れ口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。安です。
まもなく安です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。ご案内いたします。この電車は途中の舞原駅にて車両の切り離しをいたします。舞原駅で車両の切り離し作業を行います。この電車は前寄りの4両12号車から9号車までの車両が長浜行き、後ろ寄りの8両8号車から1号車までの車両は舞原行きです。後ろ側の8両は舞原駅で切り離しをいたします。長浜方面へお越しのお客様はこの電車の前より4両をご利用ください。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。
大見八番です。大見鉄道線は踊り替えです。
お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。
ドアから手を離してお待ちください。川瀬です。
川瀬です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。南彦根です。
は彦根です。近江鉄道線はお乗り換えです。終点の長浜駅で普通電車大西寄せ行きに連絡をしております。次の米原駅では車両の切り離しを行います。長浜行きの車両は前寄りの4両12号車から9号車までの車両です。後ろ側8両8号車から1号車までの車両は切り離しを行い、回送列車として車庫へと入ります。引き続きのご乗車はできませんのでご注意ください。米原駅では6分ほど止まります。米原駅の発車時刻は7時47分です。しばらくお待ちください。車内の温度を保ちますため、この先の各駅ではドアが自動では開きません。乗り降りの際はドア横のボタンを押してください。
きの舞原駅で車両の切り離しをいたします。ただいま放送の入っておりますこの車両は次の舞原が終点です。この車両は次の舞原が終点です。引き続きのご乗車はできませんので、ご乗車のお客様は皆様お降りください。8両は車庫へと引き上げます。ご注意ください。この先東海道線各駅に停まります。普通電車大垣行き8番乗り場から8時4分の発車です。東海道線ご利用のお客様、8番乗り場へお越しください。北陸方面特急しらさぎ51号金沢行き、同じホーム6番乗り場から8時9分の発車です。青春18切符では特急列車の乗車はできません。乗車券と特急券も別にご用意ください。新幹線と近江鉄道線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のようご注意ください。まもなく舞原です。